DF の重心が これと座標成分が一致するということを示せばよくて、でそのためにと点 D の座標はどうしようかな、点 DEF の座標それぞれ求めてましょうか、の座標はそれぞれ D はと AB を3対2に内分する点ですから、3たす2分のどっちだ、3倍の B の X 座標足すことの2倍の A の X 座標、かっこいらなかったな 2A で、Y 座標も3対2内分するが3足す2分の3倍の、B の Y 座標を足すことの2倍の A の Y 座標イコール、これ D っても中身書かなくてもいいかな、なんかあんまりなんか名前つけといて座標イコール座標ってよくないかもしれないけど、マイナス 3C 足す 2A 割る5で Y 座標が3倍の方0だから消えちゃって5分の 2B で、同様にまあ内分を延々やっていくわけで、この内分がまあ高校レベルだというわけですけど、これも3足す2分の今度3倍の BC の内分点だから、あーこれやる必要ないけど一応書いときますか、あの点 E は原点になるように取ったんですよね、なんかルーティンワークでやろうとしてたからすっかりぼーっとしてましたけど、3倍の C の Y 座標 X 座標足すことの2倍の B の X 座標、これちゃんと消えてるわけです、消えるように作ったから消えるんですけど、ちゃんと内分公式を導入しても消えてることは確認しといた方がいいでしょ。でこっちは当たり前で3倍の0たす2倍の0ですから、こんなものが明らかに消えていて、ここから 分子が 6C-6C になるから X 座標消えていて、だから E は原点なんですよね。だこうなるように点 B と点 C の座標をうまく取って、まあ、計算の楽を少しでもしようというわけです。で、まあ、点 D と点 F はあんまり楽にならなくて、これは一般の座標でやるしかなくて、 CA ですから順番に注意して、 CA を3対2ですから、3倍の A の X 座標を足すことの、2倍の C の X 座標、2C ですよね。で、Y 座標も同様で3倍の A の X 座標を足すことの2倍の C の X 座標で、これは5分の 3A 足す 4C こんなのかな。で、5分の 3B これが DEF の座標であって、一応書いておきましょうか、D の座標が5分の C と A の順番がとかいうことはあるかもしれませんが、マイナス 3C 足す 2A の5分の 2B、 E の座標がこれは00、まあ、そう狙って作ってるの で F の座標が5分の 3A 足す 4C の5分の 3B で、あとはこの重心を求めるっていうのは同じことをやればよくてであるから、三角形 DEF の重心の座標は3分の1倍のまあもうごてごてしますけど、なんか座標を書くことをこのが成分計算のための掛け算のための括弧が紛らしいですけど、5分のマイナス 3C 足す 2A、 D の X 座標足すと E の X 座標0を足す、F の X 座標5分の 3A
足す 4c 全体の3分の1が重心の x 座標であって、で y 座標も同時に3分の1倍の、d の x 座標5分の 2b 足す e の, x 座 e の y 座標0足すことの、f の y 座標5分の 3b という成分を計算していきますと、なんか本当にこんなのか、どっか怪しい気がするけど、 いいのかな、おお、なんか怪しい気がすんな。D たす E たす F。A の方はいいけど C の方がなんか合わない気がする。なんでだろう。三角形、ああ、ここが嘘だった。C、B の X 座標3倍のマイナス 3C だから、ここマイナス9ですね。うん、証明問題は合わなかったら間違いに気づける、ここ9でした。ということで、これで3分の1の3分の1の中身が、5分のでくくるとマイナス 9C 足す 4C ですからマイナス 5C たす 5a ですよね。これ x 座標 で y 座標は3分の1かける5分の 5b ですよね。でこれはここの5分のが約分できていて、こっちも5分の約分できているので3分の1倍の、順番揃えたら a-c っていうのが x 座標で、y 座標は3分の1倍の b。ということはこれとこれちゃんと一致しました。で、あとは一致しましたって一言書くだけです。したがって三角形 ABC の重心と、ちょっと文字数多くてめんどくさいですけど、三角形 DEF の重心は一致すると。これ証明できました。で、まあ、きちんと座標で証明したので、安心して使えるようになりました。まあ、この問題と全く同じ状況設定を使うことが、まあ、それほどないかなという気もしますが、これ一般に、から M 対 N に内分する点、だ今 M イコール3、N イコール2の場合ですけど、一般に、同じ比で内分してった3点取って、もう一個三角形作って、その重心求めてってやると、必ず、これ元の三角形の重心と一致します。でこのことは、まあ、ある種の図形的対称性だと見ることはもちろんできて、それもだから3対2を M 対 N にしたら M と N が入ってもうちょっと式ゴテゴテしますけど、最終的には一致するはずです。でそれは三角形 ABC の重心の座標から全く動かないような綺麗な形になる、綺麗な形になるまでになんか計算ミスに注意したりとかしながらやるわけですけど、でこういうことは一度は証明しておくして、まあ何回か言ってますけど、図形と方程式の分野、つまり座標軸を設定して証明するというやり方は、まあ、うまく座標取らないと大変になりますし、一般にも計算量多いんですけど、うまく取っても計算量多いんで、まあ間違えないように気をつけてやるわけですけど、ただ確実にできます。まあせいぜい座標軸をうまく取ったら計算が楽になるぐらいで、まあそのせいぜいもだいぶ大きいんですけど、詰まることはないはずです。愚直にやっても、まあ、まず絶対できる。ただ、丁寧にやる必要がある。で、それに対して、平面幾何的方法とか、まあ、この場合平面幾何的証明できるのかな、ちょっとやり方一瞬で思いつかないですけど、あるいは、ベクトルの方法を使っても証明はできますが、そっちは、手が止まる恐れが、多分、この方法より高いと思うので、もういざとなった時に座標を設定して計算できるという、まあ、計算の腕力みたいなものは大事です。
なのでこういうなんかミスがあっても発見しつつ証明をやっていくとか、そういうところまで含めて座標を使った計算を強化しておくということは意義があると思いますので、一応きちんとやっておいていただくことを推奨します。